大連大学は中華人民共和国領年賞大連市にある大学であり、略称は連大。大連大学大連大学は領年省大連市開発区にある大連市所有の大学であり、日本語、経営学、医学、生物学、機械専攻は中国の重点大学一時募集 B ランクである。特に日本語専攻が中国トップ50に入っており、 総合実力は、大連市の大学において4位である。現在は、哲学、法律、経済、教育、文学、歴史、理科、工学、医学、マネジメントなど21学部46選考、大学院に35選考があり、全日制の学生が1万5千人、留学生、社会人学生が5千名いる。大学の敷地面積は128万2千平米。 建物の建築面積は50万3000平米。大連大学は1987年10月より設立し、工学院、市販学院、医学院によって構成される。1995年までの大連大学は、市内の数カ所にあるキャンパスが狭くて老朽化し、教育条件が極めて劣悪であったが、1995年より、大連開発区の新校舎に引っ越しをし、 一躍キャンパスが綺麗で、校舎が広く明るく、相互保完的多学科が揃う理想的総合大学に変身した。1997年まで大学は内部管理体制改革を経て、学科が少なく規模が小さく、短大教育が中心だった古い体制から多学科的かつ規模が合理的で、4年生大学教育を中心とした体制への転換を実現した。 1998年、大学は国家教育部の学部教育水準評価を順調にクリアした。これは大連大学が教育条件、学科建設、教育管理などの処方面において、調則の進歩を遂げ、合格した総合大学の仲間入りができたことを示した。2000年の時点で大学の教育条件がすでにさらなる高いレベルへの 邁進を実現することができるようになり、教師陣もハイレベルの教育と研究への挑戦をする能力を備えており、大連大学は最初の早々期を乗り越え、学科建設の強化、大学寄付育成の向上、学術水準のアップ、教育の質と知名度を中心とする新しい発展段階に入った。2006年までに再び全校の力を挙げて、 全面的建設を推し進めた結果、大連大学は学部教育水準においてさらに診断会に入り、中国国家教育部による大学の学部教育水準評価で優秀という良い成績を収めた。簡単な遠隔は、医学院、法学院、文学院、歴史学院、経済管理学院、教育学院、観光学院、英語学院、 日本言語文化学院、建築工程学院、情報工程学院、機械工程学院、物理科学技術学院、環境科学学院、生物工程学院、国際学院、美術学院、芸術学院、音楽学院、体育学院、国際文化交流学院アジア日本、筑波大学、中央大学、名古屋外国語大学、北陸先端科技大学院大学、 金沢大学、広島大学、島根大学、宇部総新大学、山口大学、愛知学院大学、宮城大学、西南女学院大学、長崎純進大学、北陸大学、石川県立大学、総愛大学、倉敷作用大学、江戸セトラ、韓国、中南大学院、群山大学、まさげん大学、仙文博学校、あずま大学、 順天合大学、国際平和大学院大学、大震大学校、国際脳教育総合大学院大学、エトセトラ、ヨーロッパ、フランス、ロシア、イギリスの大学4校北米、アメリカ、カナダの大学の大学8校オセアニア、オーストラリア、ニュージーランドの大学7校住所は、大国産の東側の麓にある。付属病院が2カ所ある。ありがとうございます。